やりやがった。ビサリが町を核で破壊した。ビサリを追うぜ。奴らが俺たちを倒しに来るのを待ってられねえ。まったくよ。どっちにしてもピンチだな。どうするよセブン。残ってる前線部隊の報告によれば、エルガストの援軍ニコ連隊がこっちへ向かっているらしい。ラデックの親衛隊がリードしてる。おそらく奴らの町が破壊されたことに怒り、俺たちの内臓をえぐり出したいことだろう。そうだ、ナッカの言う通り、どちらにしてもピンチだ。だがここで引っ込むわけにはいかない。だな、前に進むしかねえ。Thank you.
中しろ。弾丸の雨を浴びせてやれ。援護射撃だ。早くしろ。
今のが最後だ。直ちに悪法を破壊すべく巡洋艦を用意する。来い、悪法の攻撃前に移動しないと巻き込まれるぞ。次ので行く。お前とリコは先に行け。司令部から地上部隊へ衝撃波に備えよう。避難せよ。そろそろ海軍がモンゴル兵器を吹っ飛ばしてる頃だ。何かぶっ倒れるまでは終われん。Thank you.
到着する頃だ。危ねえ橋を渡ることになるかもしれねえがな。あまり時間をかけるなよ。俺たちもそんなに長くは持たねえぞ。よし、俺たちだ。ここから先はお互いをカバーしていこうぜ、セブン。いいか、ビサリを生け捕りにしてこの戦いを終わらせろ。頼むぞ。聞いたな。奴を捕まえて思い知らせてやろうぜ。
金銭に持ち込んだ。こっちも的な戦いにしたいようだな。結構だ。ジャンの仇が撃てて、留飲がいくらか下がったぜ。そろそろ終わらせるぞ。ヴィサリーはどこだ。あの最低野郎の顔を俺がへこませてやるぜ。自決したのか。古典的だな。手番が省けたぜ。もしくはあのラデックが小手調べにやったか。どっちにしても自業自得だ。奴らのボスを仕留めに行こう。ヴィサリー、スカラービサリースカラービサリー、第27条に基づきあなたを逮捕する。名を名乗るがいい、兵士。セブチェンコ、一等軍曹だ。ビサリーの逮捕に軍曹を送ってきたか。お前らの司令官は皆そんなに臆病なのか。愚かに。戦争は終わった、ビサリー。お前の負けだ。そうかね、軍曹。誰が勝った。お前らにここで死によう司令を下した臆病者か。ヘルガストは何も失ってはいない。我々の存在のために戦う。我々は傷を勲章のごとくまとう。ヘルガ案は渡さん。奪われるくらいならその前に命を絶つ。だからこそお前らの上官どもは私を殺そうとしないのだ。
艦隊は燃え、仲間は倒れた。なのにお前は私の命を救って英雄か。それが勝利というものに聞こえるかね、セブチェンコ軍曹。ふざけやがって。多くの人が死んだ。お前は独房で腐ればいい。罪の報いを受けろ。私は民に与えた誇りや希望を、我々はこの偉大な国を無から作り出したのだ。私を連れて行けばヘルガーンはカオスに陥るだろう。 ISA のいかなる兵器も我が民の強い意志に対しては無力に過ぎん。道という道を我らの亡骸で埋め尽くしてやる。降伏する前にな。お前らは秩序を回復するよう願うだろう。お前らは勝ってはおらん。絶対やめろ。行こう。部隊長へ報告しろ。よし、引き上げるぞ。行くぞ。